ギジェルモ・フェルナンデス・ベラは、スペイン・バダホス県オリベンサ出身の政治家。スペイン社会労働党所属。2007年から2011年まで、また2015年から、エストレマデューラ州首相を務めている。1958年10月6日に、エストレマデューラ地方のバダホス県、オリベンサに生まれた。コルドバ大学で医学を学び、 1983年に医学と外科学の学士号を取得した。1986年から1987年にはバレンシア大学で法医学の教員を務め、1988年からはエストレマドゥーラ大学でやはり法医学の教員を務めた。1989年にはエストレマドゥーラ大学で結出した評価を得て法医学の博士号を取得した。 1988年から1990年にはエストレマデューラ州法医学医師協会の会長を務めた。1995年から1996年にはエストレマデューラ州政府で厚生大臣を務め、1996年から1999年には州政府で社会保障大臣を務めた。既婚者であり、二次の父親である。 スペイン法医学医師協会の会長を務めている。2003年にはスペイン社会労働党からエストレマデューラ州議会議員選挙に出馬して初当選した。2007年には6期24年間もエストレマデューラ州首相を務めたフアンカルロス・ロドリゲス・リバーラが退任したため、フェルナンデス・ベラが州首相候補として州議会議員選挙に臨み首相指名投票を経て、 州首相に就任した。2011年の州議会議員選挙で、社会労働党は第2党に転落し、国民党のホセアントニオモナゴが、フェルナンデス・ベラの公認の州首相に就任した。2015年の州議会議員選挙では、社会労働党が再び第1党となり、フェルナンデス・ベラが州首相に返り咲いた。ありがとうございます。